言わなければわからない。言ったとしても伝わらない。だからその答えを口にするべきだ。その選択をきっと悔やむと知っていても。あなたのやり方嫌いだわ。人の気持ちもっと考えてよ。そんな上辺だけのものに意味なんてないと言ったのはあなただったはずよ。何考えてるのかよくわかんなくなっちゃった。それで壊れてしまうのならそれまでのものでしかない。違う。私この部活好きなの。私を助けてね。ちゃんと考えて、苦しんで、あがいて、俺は引きがやくん、あなたの依頼が残ってる。もう一つ、私の依頼聞いてもらえるかしら。本当は冷たくても残酷な悲しいだけの本物なんて欲しくはないのだから。